お疲れ様です。改めまして。今日はもうホルモンだね、これ。あのこれね、選べるメインプラス60分飲み放題って言った全部岡山なんですよね。あ、そうなの。あ、玉のって書いてる。はい、というわけで、明日帰られるということで。明日帰ります。はい、今ね、表町に来てるんですけど、表町商店街がね、もうすぐそこなんですけど、今日はね、ちょっと前々からね、気になってたこの大衆食とせんべろと、まあ、このせんべろなんやと、まあ、もう分からない人もいますよね、若い1000円で、飲める。あのこれね、選べるメインプラス60分飲み放題付きと、なんかいろいろあるんですよね。なんかこのメインをね、1から6まであるんですけど、これを選んでこのせんべろサワーとかハイボールとかなんか焼酎果実酒とかソフトドリンクとかいけるということで、まあ、この他にね、いろいろなんかメニューがあるんですよね。じゃあ行きましょうかね。はい、すいません、失礼します。あ、すいません。せんべろソース、これ気になったんですけど、はい、これもね、選べるメインプラス60分飲み放題という、結構ね、なんか岡山って言ってもなかなかのせんべろのイメージがね、なくて、どこで飲めるんやということで、大体あの関西とか行っても、僕ほとんど行くとこは、なんだろうな、飲み放題っていうイメージが、メガ食器いっぱいついて、ちょっと2品とか3品とか、全部岡山なんですよね。あ、そうなの。あ、玉野って書いてある。ロングリーノーレンさんとか、スマイルファームとか、まあ、いちご狩りとか桃狩りとか、この久米南町とかね、今日も通ってきたんですけど、ルールとかあったりとかね、いうわけでもう今日はね、本当にお決まりの、仕事帰りとかね、この前通ると思うんですけど、軽く飲める。これも注文するときに、ポテト自分でね、これ手書きでやるということで、もうこれもなんかあんまりストレスフリーな感じで、ポイッと渡せばいけるという。もうこれがあれですね、これ多分正の字で、あ、そう、こっちの方が間違えた。セリフロジー2つでやります。これ当てにくいってなんだ。これとあと2つってことで、その他に水平条件って違うって書いてるから、これ1個と2つってことで、あ、本日のアイスのブルです。雰囲気も大事なんだ。魚料理と、もつ。あ、すいません、お願いします。こちらでせんべろのコースを、はい、ちょっといただこうかなと。はい、お疲れ様です。ごめんなさい、宮城って言いそうになりました。めっちゃ冷えてる、いいこれ。めっちゃ冷えてる、いい看板。いやもう今日はもう、朝からの撮影でも、先ほどね、ちょっと、もつ煮込みがメインのメニューと、で、この魚の、本日の魚が一品、これもメインです。で、2品付くということで、まあ、ちょっと今日は2人ということで、なんかいろんなね、あれがあるんですけど、基本的にこんな、2人前というか、2人頼んでこういう感じということになってますね。よし、おお、結構ワイルドですけど、なんかこういうワイルドさもせんべろのいい部分かもしれない。あ、こういう感じ。じゃあいただきます。これね、ちょっといただきます。あ、これ酢の物、酢っていうか酢漬けの、あ、うん、締めとか、あ、そうですね、醤油かけても全然大丈夫ですけど、うん、うん、美味しいですね、ダメだ。やばい。でもね、たまにね、マカロニサラダ食べたくなるんです。
いいですね、これめちゃめちゃうまいです、これもうこれやばいですね。なんかね、ちょうどいいなんかお酒の濃さっていうか、ちょっとこちらもいただきましょうかね。これ、おナスですか、これあ、これわさび嘘結構いい感じですね、これうん、あでもね、せんべろってせんべろで飲み放題の怖いとかあったね。飲みすぎたらそこで終わっちゃうんですよ。うわ、ここってならないですよ。控えめで僕は降りたいんで。お疲れ様です。改めまして、うっすー、これが大森農園さんのこのいちごのサワーですかね。あ、いいですね、これ若干なんか うっすらいちごの味というか、ほんまにマジ絞りですか、ね、うん、ホルモンね、これ。あ、これやばいわ、これ。いや、もう反応が早いですけど、もう早かったね。口に入れた瞬間、大根とかの味が。それを酒で流し込む。うん。ね、このいちごとかもすごい甘いかなと思ったんですけど、ちょうどいいお酒に合う風味というか。なので多分全然甘くたるくない。そうですね、この大根もちょっといただきます。あ、美味しい、これやっぱ良い大根強い。あ、ですね、確定的、うん、ですね、ちょっといただきます。あ、ね、優しい、優しいですね、これは。これ結構大きかったらお酒の良さがなくなるんですけど、うん、そう、ちょうどいい、うん、ですね。あ、でもそれ赤ですね、早いピンとくるんですよ、キリッときますね、なんかこのちょっと脂っこいもの食べた後に、その味変とかお口直しで食べるものかなと思いますね。だからメインが結構ね、味がしっかりしたものがあるんですけど、これこういうね、お漬物と言っちゃう。やっぱその金額が安いけ、ちょっと食べ物どうかなと思ったけど、うまいし、グラスも毎回冷えてるし、ね、うん、確かに。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。見てください、このえぐいで、えぐいというか、えぐい表現というか、このね、このもうまさにもうこのね、白桃がもう中に入り込んでる。いただきます、これちょっと。やばいやばい、ごめんなさい。あ、桃の風味が、まあ、他に見たら桃は、うん、あ、果肉入ってる。本当に、うん、当たりとかないですか。いや、それあれだけどアイスクリームとかに言われてないです。いやでもしかもほとんど岡山のブランド内で、あの甘いのがめちゃくちゃ苦いという、これはピオーネ、クメナンショウのピオーネです。うん、めっちゃ美味しい。マジですか。はい、というわけで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。いやー、よかったですね。いや、本当いいね。だから、その60分もすごいルーズ、なんか長く感じましたね。長かったね、まだかな、まだかなみたいな。普通に飲んでも多分3杯はいくぐらい、ね、いくね、普通に飲んでも。だから1杯600円だとしても、うん、もうなんかもう元十分取れてると。取れる、うん、あんだけ、ね、小鉢もついて、うん、いや、まあ、次も行きたいんで、ちょっと控えめだったんですけど、もうほんまにここ一軒でベロベロになって、うん、あ、帰りましょうかねっていうぐらいな、ボルテージなんで。そうね、でも単品も安かったよね。安かったね、1個1個150円かなって書いてたから、もうワンコインじゃないですけど100円とかの串とかあって、あ、100円ね、ね、ね、なんかね、唐揚げとかもね、これ6個で300円か、そうですね、ちょっとあの食テロですよ、もうある意味夜中に見たらいかん。そうですね。はい、というわけでね、本当に岡山県産のね、ドリンクとか
そうね、ピオネとかね、白桃とか、イチゴとかねあるんで、もう本当に自信を持って女性の方も来られる場所。そう、一人で来てもね、うん、でも結構一人で来られてる方も多かったんで、うん、今多分今の現状では団体客は僕ら、うん、団体とか2人っていうのは俺らだけですね。はい、というわけでほんまに全然フラッと寄れる感じなんで、ぜひ、来てみてください。それではまた、ありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。